すいません、マイクオフになってみたいですね。どうも、ポンポンどうも。ということでね、やってきました。マクドナルド。買ってきました、もう。まあ僕のツイッターのね、さっきのツイート見てもらえばわかるんですけど、世界一のユッケがね、僕の大好きな YouTuber、世界一のユッケが、なんかフィレオフィッシュのね、すごい美味しくなる食べ方っていうのを、YouTube のショート動画でやってて、これ食いたいなと思って、マクドナルド来ちゃいました。もう買ってきました。雨やばいよ。雨ね、すごい。なんか今ほら、埼玉がさ、豪雨とかなんとかって、これ見えないかな？結構言われてるじゃないですか。ちょっと暗いかな？うん。雨結構やばいっすよ。あの、来るときとか、道になんか、雨の水が溜まって、ブワーってね、タイヤでブワーってなった。はい。ということで。うん、ポンポンどうも。ちなみにあの誰かがなんか今マクドナルド、あのなんだっけ、マクドナルドさ、今さあれが安いって言われたんですよ。なんだっけ、あのあれ、何が安いんだっけ、あのあれ、ナゲット、ナゲット5個頼んだんだけど、なんか 安かった気がしないんだけど、多分普通価格に気がする。普通価格な気がするんだけど、ナゲットが今日の配信の中で朝ぐらいに誰かが安いとか言ってた気がするんだけど、コメントで普通価格だった気がするのは気のせい。うん、5個で200円とかだった。20日からじゃん、今日からじゃねえじゃねえか、誰かが今日からとか言ってたよ。うん、嘘つくなよマジで。なんか買った時あれ安くなくないと思って。ちなみにフィレオフィッシュの世界一のユッケがやってた食べ方って、実は最初に言っちゃうと、あのこのね、チキンナゲットのマックナゲットのマスタードソースをつけると美味しいらしい。でちなみにナゲットは5個買うと、これ単品で30円でも買えるんだけど、ナゲットは5個買うと2つまで、これ言わないとこれ一つしかくれないんだけど、言えば二つくれるんで、30円を節約する意味でも、ナゲットを5個を買って、これを二つもらいました。うん。ナゲットはこのバーベキューソースの方で食べたいと思います。よいしょ。うん。うまいね。じゃあまずフィレオフィッシュ行ってみるか。世界一のユッケがやってたんですけど。まずこれフィレオフィッシュ。あ、ちなみにあのオプションはしなかった、なんか多めとかそういうの。このねフィレオフィッシュ、このバンズをこうやって、パンをまあちょっとこれ取って、ちょっとどうしよう、ここ置いとこう。でここにこのマックナゲットのマスタードソース、これをかけるらしいです。世界一のユッケは多分これ丸々1個使ってた気がするので、なんか言ってたのが、なんかこのほら言ってることわかるんだけど、このなんかさ、フィレオフィッシュってちょっとなんかパサパサしてて、ちょっと味もちょっと薄い感じするじゃん。まあ、ちなみにオプションでタルタルソースとかあの多めにできたりすると思うんだけど、でそれがなんかこうすごいなんかよく、あのみずみずしくなって美味しいらしいよ。全部入れました。ほい、よいしょ。世界一のユッケがやってたのはあのこのマスタードソースって言ってましたよ。ちょっと垂れちゃった。はい、いただきたいと思います。
うわ、なにこれ、うわ、うまっ。え、これこんなうまいの。え、めちゃくちゃうまいよ。なにこれ、これみんな絶対やったほうがいいよ。これフレオフィッシュの価値観変わるぞ。いや、マジでマジでマジで、これみんな絶対やったほうがいいよ。本当になんかね、味がちゃんと濃くなって、それでみずみずしくなって、パサパサ感なくなって、で、このなんかね、タルタルソースと、タルタルソースとね、このマスタードソースがめちゃくちゃマッチングする。めちゃめちゃマッチングするよ、これ。これマジでめちゃくちゃうまい。なんだこれ。フィレオ、こっちの方が、普通に食うよりこっちの方が全然うまいよ。うまっ。あ、マスタード嫌いな人でも、あの、マックのマスタードソースは、これ、ナゲットのやつなんで、普通のマスタードとはちょっと違うんですよ。ちゃんとなんかこう、普通のマスタードとは違うソースだから。ちゃんとソースっぽくなってんの。うわっ。で、ちょっとなんか甘酸っぱい感じなんですよ。うわ、超うまい。何これ。みんなこれやってみてください。普通にめっちゃうまいよ、これ。てか、これ一回食っちゃったら普通にね、普通にフレオフィッシュ食えないかもしんない。マジで。一回これ食っちゃったら、もう普通にフレオフィッシュ食べないで、絶対これがないと食えなくなるぐらいうまい。めっちゃうまいやん。うん。これみんな試した方がいいよ、これ。一回試してみてください。あ、マジでうまい。うん。マジでうまいし、これ。うまっ。めっちゃうまいな、これ。やってみてください、ぜひ。ポンポンどうも。うまっ。うん。これはうまいわ。ドリンクはコーラですよ。食べたくなってきた。いや、これ食った方がいいってマジで。うん。あと普通にこれは照り焼きですけど、何の変哲もない。うん、うまいな。あ、やべ、ポテト食うの忘れてた。バランスだ。ポテト食うの忘れてて、ポテト余りまくりだろ。シャーというものは食べてない。なんかマックにツイッターの動画で回ってきたの見たけど、なんかガンダムだかとコラボしてんでしょ、今。マック。今ってか前か。シャーのコスプレして、シャーズナブルって言うんですか。マック買ってたなんか動画が結構話題になってたな。ブラウザ終わっちゃいました。うん。どういうやつだったかというと、
僕のツイッターのツイート見てもらえば、あの世界一のユッケの動画パクってやってます。言葉で説明すると、フィレオフィッシュに、フィレオフィッシュを買って、フィレオフィッシュのパンをこうパッて開けて、上のパンをね、そこにマックナゲットのマスタードソースをバーって丸々1個かけるんですよ。でまたそのパンを閉じて食べると美味しいっていう。美味しい、美味しい。うん、じゃあマジでめちゃくちゃうまかったよ。一回これ食っちゃったらマジで元のフィレオフィッシュ戻れないぐらい。うん、うん、そう、おいしんって神って書ける人はまあ世界一のユッケ知ってるんだろうね。最近世界一のユッケと朝倉未来と朝倉海の動画めちゃめちゃ見てるわ。うん、シンコさん TikTok 配信やってくれてよかったし、向こうで投げさせてもらいました。マジっすか。ぶっちゃけふわっていうのが還元率いいんですけど。うん、まあふわっ、あの TikTok はね数が多いからね、にリスナーの。あ、ポンポンゴーも、うん、今はいいよ。あのね、 TikTok は常に全力疾走しないとやばいよ。まあ、ふわっちはもうゆるくやる感じ。うん、まあ、僕の今の配信計画はふわっちもやめないで、ふわっちはゆるくやるのよ。で TikTok は常に全力疾走みたいな。でも常に配信でね、全力疾走ってきついじゃん。配信ってのはね、ある種マラソンみたいなとこあるの。これヒカキンがやってたけど、うん、ずっとなんかペースを維持してこう走っていくのが、多分終わりの、あんまりないよ、終わりのないようなマラソンみたいな。でも今日の TikTok みたいに、あんだけね、頭から醤油かぶったりとか、あの川に泳ぎに行ったりとかさ、あんだけ踊ったりとかして、あんなの体持たないから、あんなの毎日やったら。うん、だからまあ、でも TikTok はね、そのほらふわっちょにも人が多いから、それでいて、まあ俺ほら YouTube とか TikTok の動画で結構何百万再生とか、一部だけだけど言ってるのあるからさ、それきっかけでなんか来てくれた人とかいっぱいいるんですよ。ああ、動画の人だとか、 TikTok の人だ、 YouTube の人だって言うんで、うわ本物とかって、なんかまるで芸能人扱いみたいな、生放送で初めて見ましたみたいな感じで、最高閲覧2200まで行ったんですよ。今日初めてやって、フォロワーとかやってないから全然いないのに。うん、でも結局ね、これ何回も言ってるけど、それきっかけで来てくれても、なんかこうグダ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 しょうもないね、あの配信繰り返してても、こいつつまんねえじゃんって言うんで、多分もう見てくんなくなっちゃうんですよ。それきっかけでせっかく人が集まってくれたのに、なんかこれずっとクソみたいな配信繰り返すと、もう一回ね、あこの人つまんないからいいやってなったら、またおすすめとかに載ってても、なかなか一回見切られた人はなかなか多分戻ってこないから、常に TikTok は今そういう状況だから、リスナー数も多いし、今俺がそういう状況になってるから、そう、今バーって来てくれた人たちの心をつかまなきゃいけないんだけど、この人の配信を常に見たいなとか、この人つまんないなと思わせたらもうダメなんですよね。うん、だからもうあの TikTok はあのまあ定期的っていうか、ある程度やっていこうと思うけど、ふわっちでやる、なんかもうグダグダみたいなのは絶対ダメだなと思って。でもふわっちはさ、もうグダグダのやりきっちゃってるし、あと投げ銭還元率もふわっちの方がいいんで、そうで、まあもちろんその投げ銭のためにね配信やってるんで、あの
あれですよ。ふわっちの方が還元率はいいし、その、ぐだぐだやってもふわっちだったらもういいかなみたいなところもあって。そう。あと常にそんな全速力なんて絶対続かないから。うん。マラソンで常に、なんか本気で走ることって無理じゃないですか。本気で走ったら、休まないと、また走れないから。体力が持たないじゃないですか。うん。TikTok はいくら稼げた ?40 ドルぐらい。うん。だから5000円ちょっとぐらいかな。今ドル円が139円ちょいぐらいだから。TikTok ってドルなんですよ。ドルでもらえるんで。まあもちろん日本円に変換するんですけど。でもね、まあ、ちゃんと本当かは分かんないんだけど、TikTok って還元率が35から50らしいんだよね。俺35固定かと思ってたんだけど、なんかね、TikTok は、その Apple 課金すると多分だけど 35% ぐらいらしい。で、もしかしたらだけど、Web 課金だと 50% くらいいくとかっていう噂がある。でも、Web 課金の方が還元率いいのは本当らしい。まあ、ふわっちもそうだけど、そう、なんかね、TikTok はなんかそのお金でコインみたいなの買うんだけど、で、そのコインが同じ金額でも、アプリで買うよりウェブで買った方がたくさんもらえるらしくて、で、そのコインでなんか、買ったコイン、その TikTok 内のコインで、リスナーがその、アイテム、投げ銭アイテムに変えて、アイテムを投げるっていう感じらしくて、で、多分そのコインの、なんだろう、1枚のコインの価値は多分変わんないっぽいから、そう。だから実質、ウェブで買った方が還元率がいいっぽいっすね。まあ、アップル課金だとほら、30% 取られるからさ、運営が。手数料。うん。50% まで行くかは知らないけど。うん。